第8代ウィンチルシー伯爵第8代ウィンチルシー伯爵及び第3代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチはグレートブリテン王国の貴族政治家第7代ウィンチルシー伯爵及び第2代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチとアンハットンの長男として生まれたウェストミンスタースクールで教育を受けた後1704年6月23日にオックスフォード大学 クライストチャーチに入学した。その後、1708年から1710年まで大陸ヨーロッパを旅し、外国滞在中に1710年、イギリス総選挙が行われラトランド選挙区で当選した。議会入りを果たした時点では、通ーリー党所属とされたが、1711年12月のスペインなくして、講話なしの道義において、父と共に、 トーリー党政権の施策に反対。一時は、再選が危ぶまれたものの結局1713年、イギリス総選挙で再選を果たした。再選直後の立場は、ホイック党とも、気まぐれな、トーリー党員とも言われ、1714年に、アン・女王が死去するとタウンゼンドを支者派ホイック党に、味方した。1715年8月のオーモンド公爵に、し、 1717 17年4月には、タイスウェーデン戦争準備に反対した。ロバート・ウォルポールらの辞任によりホイック等が一時的に分裂した時は、政府の議案に反対票を投じたものの、ウォルポールら野党派からも距離を取り、1720年に両派が和解した頃より、議会に党員しなくなった。同年の南海放末事件でいくらか利益を上げた。1723年に、 再び議会に登院するようになり、1725年にボリングブルック施策の財産没収を取り消す議案を提出した。1725年6月1日に水密顧問官に任命され、同年から1730年まで王室監査官を務めた。また、1728年4月25日にケンブリッジ大学より LLD の学位を授与された。 1730年1月1日に父が死去すると、ウィンチルシー伯爵とノッティンガム伯爵の爵位を継承した。同年にカートレット男爵と共に辞任して野党に転示以降1742年3月から1744年12月までと1757年4月から7月まで海軍協を務め、1765年から1766年まで、 数密委員議長を務めた以外は、ほとんどの機関で雇うとして振る舞った。1752年3月13日、ガーター勲章を授与された。1769年8月2日に、フラムで死去、レーベンストーンで埋葬された。娘しかいなかったため、老い、ジョージ・フィンチが爵位を継承した。1729年12月28日、フランシス・フェイルディングと結婚した。 二人は一条を設けた。1738年1月19日、メアリー・パルマーと結婚、四条を設けた。ありがとうございます。